左には酒井の姿も見られます。さあホークスの選手が出てきました。いいです。今日は久しぶりの一軍でのマウンド登板になりました東浜です。あ、そしてピッチャー変わりますね。あ、工藤監督ピッチャー変えます。はい、モイネロからご覧の松本がマウンドに向かいます。さすがにちょっと1時間近く待たされるとやはり、ね、その集中力っていう部分でもそうですし、はい、さあゲームが再開します。ワンアウトランナー2塁1塁。22時49分にゲームが再開しました。55分間の中断がありました。初球からいきます。空振り148キロ2球目外まっすぐ追ってセカンドです。2塁アウト1塁アウト。ダブルプレー。ワンアウトランナー2塁1塁チャンスでしたけれども変わった松本がしのぎました。2球目まっすぐ、ここも見ました。ロメロ147キロ最後は変化球、空振り三振。先頭バッターロメロ三振でワンアウトです。さあそして足立のところ代打が出てきます。最後の球ご覧いただきます。バッターは9番足立に代わりまして、セカンドが追いつきます。2塁アウト。アウトは2塁1つだけ。最後は外152キロ、ズバッときました。最後はこの球。お客様に楽天イーグルスの次回ホームゲーム